ちは。私は今どこにいるかっていうと動物園にいます。そして入り口入ったところにすぐわらびちゃんと、あの白い鳥の名前何？あれは、うん、これわらびちゃん初めて見たね。そんなことないよ。あの鳥すごいね。見てあのくちばし。おっおっおっ、来た。あ、挨拶しに来てくれた。これなんていう鳥？アミ。いやいや、皆さんこんにちは。リカ子の YouTube にようこそ。私がお出迎えをいたし、怖い、ませたよということで、カランビンワイルドライフサンクチュアリー、そう、カランビンというところにある自然の動物園に来ました。今日はその様子をみんなにちょっとずつ紹介するよ。早速、わらびちゃんがね、お出迎えになって、白い鳥はここの中にいる仲間じゃなかったのでね、野生出てちゃったよ。お出迎えってことで始めます。さあ、早速コアラエリアにやってきました。あ、いた、かわいいね。わー、コアラちゃんだ。すごいね、ユーカリ食べてるね。やっぱりこのタイプのユーカリを食べるんだ。なんか私たちがイメージしてるユーカリとはちょっと違うユーカリだね、このタイプのユーカリは。へえ、かわいい。コアラこっち向いてもらいたいな。あ、奥にもいた。ほら、みんなわかる？ほら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 、後ろ向いちゃってるよ。こっち、あ、あ、顔見て。見えた。ほら、顔が見えたよ、みんな。コアラの顔ってこんなだよ。見て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 。顔が見えた。どれ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 。どれどれ。ああ、かわいい。顔がどこにあるか分かんなかったね。鳥さんのエリアなんですけど、ほら、見て。すごいね、初めて見たこの黒白のやつ。わー、すごいすごいすごい。いろんな鳥がいるんだけど、ゆっくり観察しないと。上にはね、卵を温めてる鳥もいるよ、ほら。見える？映ってんのかな？すごいね。ここはいろんな鳥がいます。あそこの中にもいるね。すごいね。あ、続いて続いて、カンガルー家にやってまいりました。カンガルーちゃん行くよ。これカンガルーちゃんのご飯。カンガルーちゃん。え？ご飯？ご飯？はい。怖い、歯が。なんか歯がさ、結構鋭いね。もうすごい、歯がすごいよね。目がすごい、まつげがかわいい。ちょっともふわふわしてるし、歯とか下でご飯もあっち見て。すごい、たくさん。みんなもお昼寝しちゃってる。見て、元気な子もね、疲れてる子も出てきてる子も。ご飯よ。ご飯よ。ご飯食べないの？お腹いっぱいなんじゃないの？もう俺たちお腹いっぱいだっつってる。すごいね、すがだね、オーストラリア。だけどみんな耳がさ、ピッピッピッと立ってるから多分さ。でもさ、さすがだね、こうやっていろんな楽しみがあるね。サーフィンとかだけじゃなくてさ、動物も山もあれば自然もあるし、だって私たちからが泊まってるサーファーズパラダイスから16キロぐらいで来たよね、30分ぐらいで。だからぜひ皆さん、大人だけでもこんなに楽しいから、子供連れだったらめっちゃ楽しいだろうね。カンガルー触れるしね。カンガルーはあんちゃんアップしてあげてよ、このこれでビヨーンで。
ボーン。ゴロゴロしてます。多分ご飯欲しい子はこうやって来てるんですね。歩かないね、なんかね。あ、歩くのは立って歩くのかな。やめて、凶暴なことしてみて。かわいい。目がかわいい。毛並みがすっごいふわふわしてる。足見て、ほら。歩く、歩く、ほら。歩く、歩く。カンガルちゃんって上に行こうと思って。バイバイ。ウサちゃんエリアに来ました。かわいいね。かわいい、ウサちゃん。そっちには、あ、ヤギさん、ヤギさん、ほら、おお、いや、かわいい。赤ちゃんだね、まだね。でっか。奥にいるのはお母さん的な。なんかさ、みんな豊かに育ってるね。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、グッド、テンキー。いや、ジャパン、東京。すごいね、そう、ヤギね。ヤギ。ヤギね。ヤギの名のウィンストンです。そしてのガリ。ヤ？あ、ラマ。あら、ラマ？From Peru。Peru。そして、そして、のペルーです。あ、そう、街かわいいね。で、の、大きいウサギね。え、大きいウサギ？大きい、なめな、ねね、あ、フレミシュ。大きいウサギがね。大きいウサギね。あ、そうそう。あ、小さい虫、虫、虫盛り？虫盛り？虫盛り？ギリギリ。虫盛り？何虫盛り？何虫盛り？Very cute ね。そう、見てません。大きいトカゲ。え、トカゲ？トカゲ、大きいトカゲ、ここね。へえ。なんかいろいろ教えてくれてる。はい、いらっしゃいました。ワニさんがいらっしゃいます。置物のようにいらっしゃいました。動かないね。あ、あそこにもいるじゃん、ほら。全然動かないね。うわ、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 いっぱいいる。この人でしょ？から奥に3匹もいるよ、ほら。うわー、動いてくれないかね。なんか木なのかさ、ワニなのかわかんないね。ほら、ワン、ツー、スリー、フォー。すげー、いました、ワニちゃん。ここがワニちゃんエリアでございます。はい、続いてはすごい、寝ましたよ。ほらほら、大きいの、大きいの。エミューちゃん、わあ、怖い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 。すごいよ、こんなの目の前で。すごいね。って思ったら、ほら、下になんかトカゲさんもいるんだ。トカゲさんで会ってる、私。うわー、すごいな。中来た。今鳥の親戚みたいな来た。すごいすごいすごい。うわ、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 すごいの来た。すごいね。そこにほら、トカゲもいるよ、手前に。あ、ほんとだ。ねえ。すごいね。おはようございます。先日は動物園に行って、楽しい動物ちゃんたちにいっぱい会いましたね。いかがだったでしょうか。そして今日はバイロンベイまで来ていて、バイロンベイファームというところに来てるんだけど、今から朝ごはんを食べて、わかんないね、これじゃあね。なんとなくこんな感じ。かわいいよ。で、バイロンベイまで今日は行くんだけど、その様子が撮れるかどうかちょっとね、わからないんだけども、とりあえず今回の動画は動物園までということで、少しでも楽しんでもらえたら嬉しいです。ということで、私のおすすめのポイント、バイロンベイ、ここも絶対来てほしいから、今日はちょこちょこ撮れたら嬉しいなと思ってるんですけど、その動画はできたら次ということで、よろしくお願いします。
ではね、ありがとう。バイバイ。